賢くも天皇陛下には彫刻の公募連綿として発行に輝く紀元2600年にあたり、伊勢神宮及び各山陵に親しく紀元2600年の公募をご報告、時間克服をご記念あらせられるため、6月9日球場ご発連、初夏の風薫る京都へ聖画を進めたまいました。7年ぶりに京都に行幸を遊ばされた天皇陛下には、天気ことのほか恩麗しく沿道民草の奉拝を受けさせられつつ、同じ日午後5時45分1億国民教区感激のうちに京都皇宮に着御あらせられました。